朝日山城は、出羽国遊座郡、朝日山、現在の山形県坂田市北沢浅立山にあった、日本の城跡。坂田市東部に位置する、小石やる川に面する山地生誕の山城、やる川八万宮の境内から東に登っていくと、四角部に至る。東端は二重の空堀と増型古行が築かれている。本丸跡と思われる山頂は平坦になっており、 庄内平野北部を一望できる。二の角付近などに、石垣の跡も見られるが損傷が激しく形状は、はっきりしない。自称、樹影のラニー後、庄内地方に到着した池田彦太郎秀森によって、南北朝時代の1335年頃に、築かれた山城であると言われる。以来、代々では池田氏が居城とし、15世紀後半には、東善寺城の前森市、 改め城の留守市、観音寺城の木月市、砂越城の砂、コシらと共に拡挙する状態となった。安土桃山時代の城主池田佐の騎森山根の第二十五里が、原の戦いにおいて、上杉家の家臣、本城茂町に攻められ、落城した。南北朝時代、朝日山城の麓を流れる川を挟んで、武士たちが矢を打ち合って、戦争をしたという。 戦いの後、川下に矢が流れていったことから、以来その川の名を矢る川と呼ぶようになったという。現在も川の名と地名として残っている。矢、る川の上流域、坂田市小石地区には、武士の滝や、八幡神社など、武士に由来する地名や旧石、石碑や伝承等が残されているという。また、矢、る川の源流となる、高尾山頂上付近の湿地帯は、 三千坊や地と呼ばれ、戦国時代には、源の藩という名の僧兵が住んでいたという。城は、八幡神社の東の山頂にあり、八幡神社の境内にも、城郭遺構が残る。ありがとうございます。